5の5列車。ここはまあくっつかない基礎の土台があって、このちょっとへこんでる部分のオレンジ色の床も結構滑る土台なんで、ここにうまくはまるように台座を作って、それをロケットエンジンで移動しながら、まあこの磁石で吸い込んでいけっちゅうことだと思うんですけどね。で、まずこの2番のロケットエンジンをちょっとだけ点火して、こうやって横に倒して、でこのレールの部分に磁石がはまったら、こう起動して吸い込んでいきます。ある程度この部分固定しないと、こうやって飛んでくるブロックで船体がこう移動されて押されてね、で下のこの赤い沼に落っこっちゃうんですよね。あとは1番のロケットを地味にちょっとずつ使って破壊してって移動してね。あとはこのお邪魔レーザーに当たんないようにこっちまで来て、もう一個お邪魔レーザーがあるんで、あとはまあこの辺まで来れば、この下の部分もちょっと壊しておかないとまずいわけで、大丈夫かな。こんなもんかな。これで一応全部壊れたけど、まああとは何パーセントぐらいいくかなんですけどね。これが起こってからにするか。まあこの面は95%以上は行ったことないんです。95%か まあやっぱりこんなもんでしょう。5の6一斉射撃。この面はここに基礎の台があって、ここのカタパルトは特にスイッチ入れなくても定期的に作動してて、まあ、ここに弾を込めて、こっちの壁を瓦割りしろという 感じなんですけどね。別にこのカタパルトね、使わなくても結構うまくいくんですよ。カタパルト使わないでやりますね こういう感じで組み立てて、ここ左回りの回転台座を置いてるんで、ここがこう左回りに回っていくんですけど、まあここで磁石のスイッチ入れて、で左回りに回転して、で適当なとこでこのスイッチを切って、こう弾を放物線を描くように投げると、これで結構、これは結構壊れたんじゃないかな。今までで一番壊れた気がします。今まで最高は97%だったんですけど、98%いきました。まあこんなもんでしょう こんにちは。5の7太陽。今のところ最後の面みたいなんですけどね、この面2段階になってて、まあ最初ここのくっつかない台しか使えなくて、この辺の壁とスイッチ壊すと、このもう一つの台が使えるようになるんで、とりあえずこの壁を壊しますね。ここはね、この台を使って、台というか、まあ砲台を使うんだけど、こういう感じかな。砲台、大砲を使って1、2、3、4、5で、このスイッチ5個を壊そうと思うんですよ。まずこのロケットエンジンちょっと点火して、そしたらあと滑ってくんで、
1番、2番、3番、4番、5番で、まあ一応全部壊せましたよね。そしたらこのここの台が使えるようになります。ここの台、まあ、くっつかない台で、ここがこのスイッチ壊すと無重力になるんですね。この辺が無重力になって、ここのスイッチでまた重力ありになって、でこの辺のブロック壊して、まあ、赤いターゲットも4つあって、でこの最後のスイッチ壊すとまた無重力になるんですね。でその奥に赤いターゲットがあるんで、まあここで重力入れて、この最後の無重力になるまでに、無重力にしちゃうと壊れてないブロックが壊れにくくなるんで、この間はねなるべくゆっくり行きたいんですよね。まあとりあえずこの飛行機を作んないといけないんですけど、ここに土台になる飛ばす飛行機をね。こういう感じで飛行機を作りました。ロケットエンジンが1番2番3番です。で磁石を左右の翼の先端につけて、これでやってみますね。まず磁石のスイッチ入れて、でロケットエンジン入れて、3番のスイッチは切って、でこの辺まで来たら逆噴射して、ここをゆっくり行きたいんですよね。あとはちょっと滑っていってもらって、で最後この辺を爆発で壊そうっていう魂胆なんですけどね。よし、これでどうだ。ちょっとねこの辺のこんなでっかい塊が残っておったんじゃ全然ダメな気がするんだが、この辺はうまく壊れてくれましたけどね。90% いったら専門家になると思います。 91% か、まあまあいいですね。もう一回やってみるか。ちょっとね逆噴射が早すぎたってことですね。この辺でよし、もう爆弾使わなくてもいいのかな。この磁石をなるべく有効にしといた方が、もうこうなっちゃうと機体の制御とか、この磁石をなるべく有効にしといた方が壊れますかね。爆弾使っちゃうと全部壊れちゃうんで、これはこれを制御するのはちょっと難しいけど、こっちの方なんとか破壊してくんないかな。無理か、もう爆発させました。あ、 94% までいきました。なんとかあがいてね。まあこの辺でもうなんかキリがないんで終わりにしますね。ご視聴ありがとうございました。あ、一応この面が最後みたいですけど、また追加があったらプレイしていきたいと思います。